このままだと後戻りできなくなるぞ。構わない、真相を知ることができるならな。警視庁は警視庁公安部の倉木直武警部を指名手配しました。誰かが警部を止めないと。名前は七海しおりです。あの女はただのジャーナリストじゃない。私拉致されたことがあるの。久しぶりだな、池澤公安部長。一般市民はね、政府も政治家も警察も信用してないの。あ、見て、日本の怪物よ。こいつがいる限りこの国は良くならない。公安警察の倉木だ。俺が知りたいのは真実だ。だったらロシアの連中に聞け。やはりグレジブのテロリストだったんですね。首の後ろを尖ったもので刺されて殺されてます。新海博美と同じ犯行手口だな。会社の身元は？それが10年前に死んでるんですよ。何？待って！父が何者なのか、私は真実が知りたいんです。全てを知ったらどうするの？死ぬつもり？隠蔽隠蔽また隠蔽。だから俺は公安が嫌いなんだよ。俺があいつを止めますよ。どんな方法で？俺なりの方法で。死んだ妻のことになると突進しか知らない闘牛のようになりやがる。誰にも俺の邪魔はさせない。真相を暴く邪魔をする奴は誰であろうと許さない。連続ドラマ W モーズシーズン2幻の翼、6月22日日曜夜10時スタート。